は、片桐咲です。さあ今日はですね、ちょっと、メントリスト大根の件で結構ねコメントとかもあったんで、ちょっとねお金についてお話をしようかと思ったんですけど、これちょっとね、ちょっと毒舌な部分あるかもしれないんですけどね、結構お金持ちの人って、私ね昔から結構お金持ちに縁がある方なんですね。私自身はねそんな全然お金持ちじゃなくて、普通よりも下ぐらいのねお家で育ってるんですけど、結構お家が家柄がいいとか、そういう人とね仲良くなることが多いんですね。で今までもたくさんねお金持ちって結構、出会ってきてるんですよ。中にはね、例えば、自分はね年収1000万ですとか、年収数千万ですとかね、数百億の資産持ってますとかね自慢する人もいるんですけど、そういう人ってね、正直、私から見ちゃうと、自信がない人だなっていう感じなんですよ。本当にねそれしか自信がないのかなというか、それしか言うところがないのかな。で多分ねそれ言うとね女性は逆に引くと思います。私の周りの女性たちもね、結構もちろんアナウンサーのね仲間とかも結構いましたし、結構ねそれ言われるとね引きますよ。本当にそれしかないのかなって思っちゃうんですよ。やたらと稼いでることに匂わしたりね、誰もそれ聞いてないからって感じなんですね。でやっぱり年収1億とかね、資産数千億持ってる人とかもね、そんなこと言わないですから全然、いちいち自分のね資産とか自慢しないんですよね。そうやって自慢する人って、お金があることを自慢する人って基本的にもう本当にそれしか自信がないんだなという感じなんですよ。他に誇れるところないのかなっていう感じで、結構ねダサいっていう感じの印象なんですね。でこれね昔からそういうのはやっぱり思いますし、これで本当に地の時代の価値観だなという感じです。風の時代はそんなこと全然ないですから、地の時代からねやっぱりそのね、いちいちそんなところでね女の人は釣れないですし、そこで別にね判断するわけじゃないですから、あっそって感じなんですけど、お金だけでしかね価値観とか地位だけでしか判断できないっていうのは本当に地の時代のやり方でちょっと古いんですね。もう完全に前から古いんですけど、さらにもう今風の時代なので確実に古いんですよ。もうそんな感覚はもうないですし、本当のお金持ちほどねそんなこと言わないんですよね。で私やっぱりその生まれがね結構いい人とか、いろいろ友達がいたわけですよ。今もそうですけれども、生まれて時からやっぱりお金持ちだったりとかね、いいところで育てたりですとか、家柄が良かったりとか、大学ももちろん結構そういう人が多かったんでね、お坊ちゃんとかお嬢ちゃんが多い学校だったし、本当そういう人たちはね一切そういうこと言わないですね。もうガツガツもしないし、お金があるのが当たり前だしね。で逆にもうそういうこと言うと妬まれたりとかするから、そんなこと言わないんですよ。全然自分がお金ありますよとか言わないんですね。全然もちろんね普通に会話してて、分かりますけれども、言わないです。そんなことできる人ほどねそういうこと言わないですし、やっぱり私の周りのアナウンサーとかでも、やっぱりアナウンサーっていうねことで目当てで来られるのも嫌みたいなんで言わなかったりしますよ。自分が局アナだとしても言わなかったりもするし、やっぱり知り合いのねお金持ちの男の人もお金目当てで寄ってこられたくないから言わないって言ってましたし、最初は庄屋に連れてくって言ってましたけれども、やっぱり逆にね隠すんですよ。ノーアルタカは爪を隠すって言いますけど、逆にね言わないかなと思いますね。結構そういうねお金持ち自慢とかねしてる男性とかいるんですけど、正直印象としてはねコンプレックスの塊なんだなっていう感じなんですね。結構本当女性はね表向きはねすごいですねとか言いながらねめちゃくちゃ冷めてますから、めちゃくちゃ引いてますし、そこでもうね割り切ってますよ。この人はこういう人なんだなみたいな感じで本当には相手にされないから、本当にそこはね、いくら表向きねチヤホヤする女性もいるかもしれないですけど、本当にチヤホヤはされてないと思うので、そこら辺は気づいた方がいいんじゃないかなと思います。これ結構本当に辛口かもしれないけど、私の場合の別にたくさんの女性だってやっぱり同じようにね言ってますからね。なかなかねここまではっきりとね言ってもらえることもないと思うので、かなりねいい気づきになるんじゃないかなと思います。結構そうって言う人ってやっぱりね自信がなくて、それしか多分ね自信がないんじゃないかなっていうふうに思いますね。もしそのお金があったからってね、他にもたくさんねいろいろ自分に自信があったりとかしてたら、そんなところにいちいちフォーカスしてそこだけ自慢するとかないし、車とか時計とかもね、その人が本当にそれが好きで、本当に心から好きでただ買ってるんだったらいいと思うんですけど、自慢のために買ってるとかっていうの分かりますからね。そういうのって本当に引きますよ。本当に全然それねプラスの効果ないですから。納税がいくらとかね、そんなことも言わないですよね。その人がビジネスコンサルとかで、それが仕事につながる話だったらするかもしれませんけど、それ以外だったらねいちいち言わないんですよね。特に公の場は言わないですよね、まずね。で本当にお金の価値ってもう特に風の時代はどんどんなくなっていくので、もうそのうちベーシックインカムって話もなんかねいろいろ聞かれますけれども、もうどんどんなくなっていくので、お金持ってるからだから何っていうのはさらに広まると思いますね。特にね成功してるからとかお金があるからってことで評価されることはもうなくなりますので、どんどん、そこら辺はね肝に銘じておいた方がいいんじゃないかなと思います。
だいたいそこに価値観をね置いてる人っていうのもね別に一部なんですよ。全ての人がそこに価値観を持ってるわけでもないので、そこら辺もね理解できないといけないでしょうし、まあ、それはもうね本当にそういう判断はもうどんどんなくなりますからね。それまだ言ってるとね本当にかなりね古い人って感じになっちゃいますので、もうね風の時代なので切り替えた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱりねこれから特に本質の時代で本物の時代なんですね。でそれは昔からそうなんですけど、特にこれからそうなりますから、風の時代なので、そんなところで何を持ってるかとか何の働き書きがあるとか何の権力があるかなんて一切関係ないんですよ。私はもともとその本質を見るようにしてきてるので、昔からねどんな肩書きの人だろうか関係なくね言いたいことを言いますしやってきてるんですね。そうやって、うん、あのね全然ねそんなとこではね人はね見てないし、そこでしか見られない方が寂しいことだと思いますので、うん、逆にそれはちょっとね、うん、成金はやりがちなんですけれども、恥ずかしいっていうか、逆にそれをねさらけ出しちゃってるというかね、見る人が見たらちょっとね恥ずかしいと思われちゃうと思うので、うん、そう、それね自覚した方がいいんじゃないかなと思います。結構そうやっていろんな人とね聞いてないのに言ってくる人ってたくさんいましたから、でも私もっともっとすごい人知ってるしなとか思っちゃうしね、うん、自分本来の本質の自分自身だけで勝負できるようにした方がいいんじゃないかなと思います。特に風の時代はそれが大切になりますので、何を身にまとってるとかお洋服がねすごい高級ブランドとかそんな全然関係ないですから、あなたがどうかってことでこれから変わってくると思いますから、まあ、自分自身を高めていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。で、まあ、特に男性って、まあ、わかんないですけど男性はねやっぱり数字を追いやすいというか、まあ、そういったものでなんか競い合いやすい性質なのかもしれないんですけど、まあ、もちろんそうじゃない方もいらっしゃると思いますけど、まあ、女性って特にそうじゃないんですよね、まあ、女性ってやっぱり女性性って、まあ、愛とか調和とかねそのいちいちあんまりなんか誰かと競い合うとかねそういった性質じゃないんですよ。だからその男性的な視点でね全て見ちゃう人っていうのはちょっとまだまだ、うん、それは男性特有なんですよね、まあ、支配欲が多分男性の方が強いと思うので、まあ、そういうところから来てるのかなと思うんですけど、それまさにね地の時代なんですよ。地の時代はそういったね、まあ、男性性の時代ですし、あのなんか上を目指すみたいな感じなんですけど競い合うみたいなところがあるんですけど、まあ、風の時代って女性性の時代なのでみんなが調和を保ってね行く時代なんですね。ですから本当にそういったね競い合ってるとかねそういうのはもうね古いんですよ。古いしもうこれからどんどんそういう時代じゃなくなるのでみんなが平等になっていく時代なので、ちょっと感覚がまだまだな方もねいらっしゃるかなと思います。ちょっと勘違いしてる人がね結構いるので、それも本当にね地の時代からちょっとね軽蔑されてたと思いますよ一部なんですけど、特にも風の時代はそんなことやったら恥ずかしいからやめた方がいいかなと思いますので一応お伝えしておきます。まあ、かなり今日辛口になりましたけれども、これからはねもう何もなくても自分自身で勝負するという感じでね皆さんで一緒に高め合っていければなと思います。それではまたぜひご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム、最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.